名古屋鉄道のダイヤ改正2005年からの名古屋鉄道ダイヤ改正本校では2005年1月29日白紙改正以降の名古屋鉄道ダイヤ改正について記述する。客中参考文献関連項目外部リンク空港線の開業とミュース会の登場種別の多様化域名の解消中部国際空港開業に先駆けた空港線開業に伴う白紙改正。 2005年4月1日付の廃止が決定していた、岐阜地区の600ボルト線区を除く全線で実施。予想以上の空港線利用客の増加、及び、愛、地球博開催に対応するため、空港アクセス関連を中心にダイヤを一部、改正した。中部国際空港駅の輸送力増強中部、国際空港駅にミュース海線用の新一番ホームが、設置されたことに合わせて、 全線で実施。JR 側のダイヤ改正への対応や、通学輸送強化を目的としたダイヤ改正。南桜井駅の開業に使用線南桜井駅、開業。同時に、駅名解消が実施され、壁開桜井駅が桜井駅に、壁開堀内駅が堀内公園駅に解消された。特急系統図列車愛称、ミュースカイの列車種別カセト線を除く全線で実施。 全車一般車特急の日中運転再開ワンマン運転区間の拡大全体的に平日の昼間及び朝ラッシュ時を中心に変更された。利用者が増加傾向にある名古屋本線、西尾線、三河線の輸送改善などを目的としたダイヤ改正。コロナ禍の影響で利用者数が減少したことを受け、コロナ禍以前より減少傾向にあった区間を中心に、 終電の時間調整を目的としたダイヤ改正。このほか昼間帯の運行パターンも見直され、2011年3月26日改正以来の減便ダイヤとなった。日中の運行パターン先の改正に引き続き、コロナ禍の影響による旅客減に対応したダイヤ改正。ありがとうございます。